こんにちは、チーフの三輪です。8月29日、本日のフロンティア TV を始めます。今日はマイケル・ジャクソンやペ・ヨンジュンさんなどですね、豪華スターの誕生日ですね。今日誕生日という方、何か持ってるかもしれません。さて、本日金曜日、メールマガジンを発行しております。そちらを紹介させていただきます。メールマガジン、今回で178回目、毎週発行してますね。1番不動産クイズ、不動産クイズリターンズ、ね、また1番に戻りました。クエスチョン1、図面などに駅まで徒歩何分と表示ありますか？徒歩1分というのはどれぐらいの距離なんでしょうか、ね。答えはメールマガジンの下、来週のフロンティア TV、 またブログで紹介します。先週の、不動産クイズは RC SRC とは、これはですね、建築の構造ですね。 RC は鉄筋コンクリート像、SRC は鉄骨鉄筋コンクリート像、構造ですね。はい。続きまして、世界文化遺産富士山の見える賃貸物件。はい、今回は富士吉田市上吉田、ね、1階2階が使えるテラスハウス、ルーラル二つ橋の物件です。ちょっとこちらの建物とこの私立病院ですね、高いんでちょっと隠れてますが、中央はよく見えてるんで、まあ70点は上げたいなというところですね。1階2階使います。1階リビング、2階が2部屋ございますね。1階キッチン下には床下収納もございます。追い炊き機能付き、バス、トイレそれぞれ別ですね。シャンプードレッサー、横には洗濯機も置けます。2階オフィス、南側の収納、北にも収納ありますけども、南側の収納は広々してますね。私立病院の北、ね、物件の動画もあります。気になった方は本日のブログ載ってますんで、詳細はこちらをクリック、こちらからも入ります。地域情報ですね。富士吉田市アロマリラックスヨガ、金山総合体育館スポーツ教室で9月3日から11月5日毎週水曜日全10回、14時から15時、来週から始まりますね。ヨガとアロマの相乗効果で最高にリラックスした時間を過ごしましょうと。富士河口湖町は富士河口湖、ね、バーベキューを楽しみながら新たな出会いを見つけましょう、ね、私も見つけたいですね。これ9月20日土曜日あります。ただ申し込みが多分今日までだったのかなと思いますんでね、気になった方こちら町福祉推進課までご連絡していただければと思います。はい、では、本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。